はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、くつだらでございます。ガゴちゃん様、柳様、石黒様、高島様、小川様、久保田様、大野様、武蔵の親父様、アシュシュ様、みゆき様、夏美様、秋山様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたーく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。9月11日メール党員限定かつ政治活動、早速3名の参加がありました。参加しますというメールいただきました。ご連絡いただきました。ありがとうございます。あんまし人数いらない活動でして、支部長さん、各支部長さんは日曜日ですから自分の政治活動を優先してもらえないでしょうか。土日しかできない支部長さんも3人4人いらっしゃるですから、ご自分の方の地域で、チラシ配りの自分の政治活動やってください。よろしくお願いいたします。こちらの方は私とメール党員さんのお手伝いさんだけで、やりますので、支部長さんは自分の活動をよろしくお願いします。昨日草加駅で市議選向けに政治活動をしてまいりました。ちょっと小雨が降っており、新しい上りデザインですね。やっぱり日の丸ちっちゃいのですけど入れました。あと日本人のための政治という文章も入れました。まあ新しく作ったんですけどね。草加市議選、前回投票率は 37.9%。 やっぱ関心薄いんだな。市議会議員って何やってるかイメージわかんないところありますもんね。40歳以下の方はこちらをちらりとも見ないので関心薄いんですよね、草加市。草加市から東京に通う人多数、田舎と違って転居なんかも多そうですんで、生まれも育ちも草加市で、草加市を愛してやまないみたいな人が少ねえんじゃねえかな。東京もそういう傾向ありまして、23区ね。なんかどっかの小学校が、とってもいいんだなんてなると、引っ越しちゃうんだって。ですんで、生まれながらの、例えば豊島区生まれ、豊島区育ち、なんて人は、少数で、政治にもあんまり関心高くなくて、どうせ中央で決めんでしょ。まあ借り物っていうかな、そういう傾向が都市部には高いと。本当にテレビなくてそれ言ってんのに何度も来るっていうご相談を受けました。 NHK 集金の話ですね。集金にテレビないわけないだろうぐらいに思ってんだろうけど、いやいや若い人なんか普通に持ってねえし必要ねえからね。時代は変わってるんですよね。集金人と面談しなくてはいけないなんていう規定は放送法にもどの法律にもありません。皆無であります。ですんで集金人がちょっとお話を、言ってきてこっちが嫌だったらば強要罪ですね、望まれない訪問と対応を求めてくることは刑法223条強要罪ですんで、安心して許すなり断るなりしてください。はっきりとですね、あなたとは話したくないぐらい言ってやるといいと思います。録画してますよ、録音してますよ。これで大体帰りますけれどもね。刑法223条強要罪だぞ、お前と話す義務ないぞっていうのも効果的なんですけれども、まあパッとはね、223条なんて出てこないでしょうからね。情弱バカ野郎岸田総理、今日午前中記者会見やっておりました。現在ですね、1日2万人の入国制限を9月7日から5万人に拡大する、方針だそうであります。今2万人もいるっすんだ。相変わらず店屋ではアルコール消毒を強要されるし、アクリル板も強要されるし、マスクもねしないといけない雰囲気なのに、そりゃないよな。添乗員なしのツアー実施も許可、してみた。今はいなくならないように添乗員付きっていうのがしか許可されてないってことなのかな。それってね、全数把握をやめたり、感染症に類を5類に落としてからやるべきなんじゃないの。だってさ、外国人ワンサが来てさ、観光に来てさ、で、ゲホゲホなんて言って、陽性だのしたら、空港とか、まあ、ツアー中でもね、いちいち税金でホテルに監禁すんのか、外国人を、
ちょっと順番間違ってねえかと私は思いますけれども、9月7日から早速実施だって、こんなことばっか早えな。情弱岸田総理は、安倍総理国葬を襲撃するために人民軍兵士がですね、観光客に偽装して入国するとは考えないんだろうか。まあ考えてないでしょうね。9月23日土曜日、安倍川最後の戦い国葬上メロデモ開催、東京のあの芝公園集合っちったから、だからあの1万人とか来ると考えてるんじゃないか。左翼総結集安倍川最後の聖戦、これで上メられなかったら当日武道館を取り囲みますとか主催が息巻いてますね。これに紛れてですね、人民軍兵士が騒動を起こすことも十分考えられますよ。騒ぎになったら国辱ものですよ。どこまでもう人ごとのバカ総理、こういうことわかんないんでしょうね。クゲですから、クゲ集団なんかポヤーンとしててどっか一言、話す言葉もうつろという。記者会見で東京新聞記者、中止デモも行われるのに意見を聞いて中止しないんですか。まあ東京新聞はあのこいつらの、デモやる連中の仲間ですんでね。私のあの変な陳情も東京新聞取り上げて記事にしてましたよ。多分ね、あの中の左翼議員、共産か立憲だか知んねえけど、そいつからね、あの話聞きつけて取材に来たんだろうけれどもね。情弱総理、各国からの弔意に対し日本国として礼節をもって応える、国民に弔意を強制するものではない、まあ中止しないと、デモごときで国政が変化したら選挙無効化でしょ。選挙って何のためにあんのってなるでしょ。民主主義の崩壊ですよ。何言ってんだろうな東京新聞のこのバカ記者はな。何だのかんだのって要求して毎日デモやられんだろうが、デモをやればその通りになるって言ったらばさ、なっちゃうだろう。この東京新聞記者はろうそくデモで大統領が倒れちゃった民主主義後進国こそ真の民主主義とか考えてるバカなのかな。デモで何でも実現するなら選挙いらねえだろ、全然政治活動もいらねえだろ、いう話。ちなみにあの9月23日に続きですね、24日日曜日も国政上メロデモあります。主催は自称ですね、日本人のための唯一の政党っていうところなんですけど、まああの政党でも何でもないんですけどね、自称やってること左翼と同じではっていう批判に対してですね、ここの信者どもが反対する理由が違うからセーフなんとか言ってるみたいなんですけど、多分ね教祖がこう言ってんだろうけど、それ鵜呑みにして喋ってんでしょうけど、このぐらいバカじゃないとあそこの信者やってらんないのかと妙に感心いたしました。幹部のおにぎりさんとか吉川さんとか次々逃げ出して、あとあの関西の方でも荒牧さんとか西村さんだっけかな、もう次々逃げ出して、今残ってんのはこのぐらい頭が悪い信者ばかりなり、感心しちゃいました。そっかよかったねみたいな、立憲幹部になれなくてふてくされている連合党の、会合でもずっとあのスマホいじって、ふてくされてたんだって。どんな思惑があろうと思惑かな、日本は法治国家です。何を今さら、法的根拠がない国葬に税金を支出、閣議決定のみで決定することが異常事態、しかも費用はさらに膨らむとか、あのツイートしたのをトースポが記事にしたんですけど、トースポラグしすぎだぞ。人のツイート見てそれであの記事作っちゃって、ネットの反応です。二重国籍に法治団なんだって言われたくない。早速言われてるね。国籍問題にはだんまり、法的根拠の使い方間違えてない、何法の何条に違反してんだ、言ってみろ。憲法学者は行政権の範囲内と言ってるが、法的根拠の話は進んでるでしょ。法的に関連問題あると思ったら行政訴訟すれば、それすでに門前払い食らってる、いうような意見ですね。立憲議員が何か言ったらですね、お前がいいなって
返せばいい。何が何でも、何を言ってるか聞かなくても、あの脊髄反射でそう返しとけば OK っていうのがここでも通用してますね。多重国籍隠してですね、議員になって未だに戸籍公開もしてない蓮舫に放置うんぬん言われたくないっすな、まったくな。法的に問題あるっていうなら何法の何条に違反してんだか言ってみろって話。なんかね、よく左翼どもは決めつけて何とかの蹂躙だなんて言うんですけど、どこがどう蹂躙してんだっていうの説明はできないんですよね。靴沢はバカだ、靴沢は勉強不足だ、靴沢はレイシストだ、ってよく言われるんですけれども、私のどこがどう勉強不足でどこがどうレイシストなんだかの説明はできないんですよね、あいつらね。ただ言ってるだけで、ある意味、バカでないと最悪できないな、ちょっと思いますけれども、すでにお仲間の田中正道かな、衝動かな、が差し止め行政訴訟を起こしてて、地裁に門前払いされてんでしょ。法的に問題ないですよ。今日31日、東京高裁でも棄却されました。最高裁に持ってくって行きまいしたそうでありますけれども、まあこれね、裁判所が門前払いしたひどいっていうためのもので、これは奴らの活動であって、別に門前払いされても大した答えないですけどね。つまり法的に問題があるは嘘なんですよ。裁判所で門前払いされてるんだから、現にこう、どうせ共産党あたりから言い出したことなんだろうけど、乗ったんだなこれな、意味も分からずな、どこがどう放置じゃないんだか、法的根拠に問題があるんだか、知りもしねえで、ただ言ってる。頭が悪いから。それを堂々とドヤ顔で言える神経の図太さも、左翼には必須なんでしょうかね。で、誰がうんこしたんだ、言ってみろ、立憲は。誰がうんこしたの、もう怒んないから、みんな目つぶって、やった人手挙げなさい。いうことですかね。どう記者会見で情弱総理。統一問題は自民党総裁として素直にお詫びします。自民党は統一教会と関係を断ちます。被害者救済にも力を入れます。言うとりました。ネットの判断です。口だけ信用できない。詫びなくていいから規制しろ。詫びなくていい、そういうことじゃない。謝罪は全てが片付いてからにしろ。反カルト法を作らない限り、信用信じない。反カルト法というか統一を規制しろ、ぶっ潰せっていう意見が多かったですね。実効性があることをする約束は決してしない。創価学会との関係も立ってくんない。罰則もないし、どうせ口だけ。党は関係立っても議員個人は立てるのかいう疑問ですね。いろいろ調べてて、これなら切り捨てても被害は軽微って判断したんでしょうね、きっとね。自民党内の、議員身体検査して、このぐらい軽かったら切り捨てていいかな、統一教会はな。あるいは統一の手伝いがないと落選するようなズブズブ議員はそもそも派閥的に目障りなやつであるとか、自分の地位を脅かしそうなやつであるとか、まあまあ情弱総理ね、宏池会っていう狭い殻に閉じこもって派閥争い、で、ね、自分の競争相手足引っ張るとか、そういうのは得意そうなんだな。茂木幹事長、統一と関係を立てない議員は除名、言ってました。なるほど、茂木派は潔白のようですけどね。ネットの反応です。いいね、ようやく自民も腹決めてるだろ。どうせ口先だけだろ。除名しまくって半分になったりして、追い出された議員で統一党を作って壺を売る。統一への何らかの規制はしないの。福田達夫、何が悪いの。統一切りに成功すれば今後は公明との関係が焦点になってくる。どうせまた統一を知らなかったって言うだろ。きちんとカルト禁止を作れよ。自民安定しすぎてたるんどるから分裂した方がいいと思う。これは私もそう思います。高市さんとか青山さんとか、長尾さんとか、小野田さんとか杉田さんとか分かってる議員で、右派自民党あたり作ってくんにいいかな、ちょっと思いますけれどもね。そうかそうか、カルトとの付き合いは除名か。そうか、公明との付き合いどうするんでしょうね、これね。ネットと違ってテレビ新聞が
反カルト法を作って規制しろとは言わないんです。トーンダウンしております。これ規制は言い出しておりません。テレビも新聞もまあわんさかね、あの広告費もらってっからね。立憲民主党ね、ワールドメイト2カルトから年間1億円以上の寄付をもらってました。1億960万円って書いてありますね。それに比べて、ズブズブだったはずの統一と自民、統一は自民に年間41万円しか寄付しておりません。ワールドメイト1億960万円立憲に寄付しているのに比べて、わずかな。ワールドメイトは苦情件数大手だそうであります。電車にこんなの貼ってあるの見たことないでしょうか。うっさんくせえ連中だな。つくづく思っておりましたけども、宗教法人だったとは知らなかった。17年間頑張ってトライして、2012年9月の民主党政権の時代に宗教法人の認可獲得したそうであります。うーんって感じですね。2012年9月中と野田政権ですね。2012年の12月まで、あの解散総選挙ですから、まあ末期ですわ。コスプレ英会話美鈴学園はワールドメイト、こんなやつなんだろうなこれって、あのちょっと不思議に思ってましたけど、電車で見かけるたびに、なんだあのワールドメイト2宗教法人でした。しかも苦情件数大手。こっからですね、年間1億円以上もらってますからな、立憲はな。そりゃ立憲支持してるテレビ新聞業界はカルトはとんでもない、カルトは潰せみたいなことは言えませんな。トーンダウンしてるっていう闇、何十年もかけて構築された大人の事情が深すぎる、黒すぎる、嫌になる。これらをバッサリしてくれる大変化イコール革命に心惹かれる人が後を絶たないわけだな。物事なんてあのバッサリなんて変わんない、ちび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 変わっていくものなのに、まあまあ精神が未熟な人は大変化に憧れちゃいますよね。反カルト法について私の意見なんですけれども、まあまあワールドメイト規制するのもまあまああのあれなんですけど、規定を明確化し運用を注意して精緻にやらないと、左翼政権が誕生した時に靖国や伊勢をターゲットにしそうでおっかねえな、ちょっと思っております。信者は騙されて全財産を失っても特に違法行為ではない。まあその信者はですね、全財産を払っても天国に行きたいとか考えて払ってるわけですし、あと信魚園ですか、信魚園だったよな。あそこ何グループホームみたいなとこで、自分が死んだらあの教団に全部寄付しますって約束で老後の面倒見てもらいっていうシステムの宗教もあります。内部に潜入した方のお話聞いたことあるんですけど、みんな幸せそう、何の心配もなく中で暮らしてるっていうんですよね。まあね、あの全財産を失ってバカな人でもそういう騙されやすい人は別ななんかに騙されんでしょう。そこのあの統一に騙されなくても、ワールドメイトに騙されなくても、例えばオレオレ詐欺とかね、脳みそが普通のしっかりした大部分の人は騙されないわけで、スパイ防止法同様ですね、一般人には何の関係もない話だよな。組織的に違法行為を行ったら取り締まる法律はすでにありますよね。オウムの後継のアレフがあの公安監視対象になってるとか、過去に殺人事件を多数起こした共産党も公安監視対象になってるとか、統一がこれでやられてないっていうことはそういうことなんでしょう。むやみな違法行為がすげえ多発したっていう事例がないんでしょう。まあ、できたらなくなってほしいですけどね、私個人的には統一はなくなってもらいたいですけど、まあ外国の邪教と考えておるんでね、私は。こんだけ悪の組織と知れ渡れば、新規の信者獲得は困難で立ち枯れていくんでは、共産党みたいに。統一絡みで今一番ニラニラしているのは公明党だと思われます。山口代表、
記者会見、政治と宗教という話ではなく、トラブルを多く抱える団体と政治家個人の関わり方の問題だ、政治と宗教って話にしたくない、念を押すようにこう指摘した、っていう話。ネットの話、ビビってて草。学会も50歩100歩でしょ、学会が反社でないという根拠を示すよ。明日は我が身でビグビグしてんの。宗教を排除するならまず創価からって話になるよね。なるな、これ、連立解消になるかもね。学会の被害者は泣き寝入りも多いと聞くが、自民に丁寧な説明しろと言っておいて、それはないわ。壺売るのと新聞買わせんのと何が違うんだというような意見がありました。これ話題が飛び火専用にビグビグしてて笑っちゃいますね。政治と宗教とか言われたら真っ先にここダメじゃん、なるわな。これで動揺するようじゃ信仰が足りないんじゃないんですか、山口夏男代表はな、学会員の証言なんですけど、願いが叶えば学会のおかげ、叶わなければ信仰心が足りないと言われるっていうですね。なんか福岡の方でバカなあの母親が幼児を餓死させましたよね、学会の、まあ、数年前、と覚えておりますけれども。でね、救急隊員が駆けつけた時も母親は一心不乱に念仏を唱えていた。ここまで食っとな、あのその母親がおかしいのか学会がおかしいのかよくわかんないですけれども、まあね、トラブルを多数抱えていない団体って証明できんのは、山口は学会のことをっていう話ですね。宗教と政治の問題、公明が本丸ですよね。あとはあの共産主義教の共産党ね、功徳を積むために無料でボランティアで雨の日のかもう風の日も、新聞配達させた子もそっくりですよね。いざ反カルト法作ろうって言った時に一番反対するのが公明と共産党なのではと私は予想しております。というわけで、あの9月11日メール党員限定政治活動、まあ人数によってはその後打ち上げもあるかな、あんまり多いとあの入れるとこないですけども、10月2日午後渋谷でNHK 解体デモを予定しております。よかったら、あの、皆様ね、あの、予定開けといてご参集ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。